友達は増えてないけど、お散歩楽しいね。うん、ルナもそう思う。あなた何してるの？一人？ん？お姉さん誰？私はアリサっていうの。あなたの？ルナだよ。ルナちゃんのお父さんとお母さんは？一緒じゃないの？一緒だよ。パパとママはいつも一緒なの。ルナちゃん、危険な怪物がうろうろしているみたいだから、早くお家に帰った方がいいよ。え？なんで？だってルナちゃんが危ない目にあったら大変でしょ。お姉さんはルナが危ない目にあったら悲しいの？もちろんよ。さ、だから早くお家に帰ろう。ってことは、お姉さんルナのこと好きなの？ルナのお友達になってくれる？うん、もちろん。悪い怪物が出たらお姉さんが守ってあげる。お姉さん優しい。ルナ、ずっとお姉さんみたいな人とお友達になりたかったの。ありがとう。じゃあお姉さんのこと殺すね。私の矢があなたを貫く。払いましょう。寂しい。
生さんたち無理しないでね。キャインキャイン、少し休もうかな。いくらで雇ってくれるんだい。この大地を照らしてみせよう。いったと。割に合わねえな。寂しいの。ねえ、何して遊ぶの？この大地を照らしてみせよう。怖いよ。ねえ、一緒に行きましょう。主よ。私を葬る。いくらで雇ってくれるんだい。ルナと遊ぼう。報酬はたんまり弾んでもらうからな。もらった分は働くよ。もらった分は働くよ。すごいね。少し休もうかな。そろそろいいかな。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？どうかな。お二人にいいね。寝ておきだよ。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、
の？ねえ、何して遊ぶの？これでおしまい！なんか体がキラキラしてきた！人がいるから。お姉さんひどい。どうしてルナに殺されてくれないの？どうして私を殺そうとするの？死なないと一緒にいられないんだよ。パパとママが死んじゃったからルナとずっと一緒にいてくれるの。だから寂しくないの。違うよルナちゃん。死んだら死は永遠のお別れなんだよ。好きな人には生きててほしいの。だって生きてないと一緒にはいられないから。ルナちゃん、好きな人を殺しても一緒にいられないんだよ。死んじゃったらそれでお別れなんだよ。違うよ。パパとママは今一緒にいるもん。ルナは寂しくない。一人じゃない。そうやって自分に嘘ついてるのね。違わないよルナちゃんの気持ち。私よくわかるの。大切な人を失うってすっごい怖いよね。目を背けたくなる気持ちよくわかるよ。でもルナちゃんも本当はわかってるでしょ。ご両親はもうとても遠い場所に。違うルナのこと何も知らないくせに。ルナの中に入ってこ